前回のかつ森、カズさんの島、なんだか物で溢れてるみたいだ。よし、全部のプレゼントを開封してそこら中に配置してみよう。そんなわけでいろいろ開封してみると、次から次へと貴重なものが、これ貴重すぎてどこ配置すればわかんねえよ。なんだかんだで配置し終えたカズモリさん、なんと今日は3時過ぎに起きちゃった。待って、これ虫が熱いんじゃない？はい、というわけでどうもカズモリでございます。今ね、時間で言うと、3時50分でございます。いや、今3時10分ぐらいに起きちゃったんだけど、雨がすごくてね、なかなかね外出れなかったんよ。今ここ私が撮影してる撮影事務所になかなか入れなかったということで、ようやくです。ほんと降るとき降るね。もう下水はね、もうバッシャバシャで大変でした。もう逆流大変。はい、魔力語源使います。さあ、どこがいいかな。おいっす。できれば、川のないところ。ゴリゴリやん、ゴリゴリやないか。待て待て、あ、でもこれはもしかすると、ハフィッシュ。うわ、ラッキーだった。アロワナ釣れたわこれブラックバスサイズだからね。あ、ただのラッキーでございました。いいです。もうここ移動とかいろいろ考えて、川のないとこ行きたいんですよ。川のないとこ、竹島とかだと助かります。うん、まだ時間はある。めっちゃ滝あるやないか。めっちゃ三段式のとこやないか、これ多分。そうそう、三段式の場所だ。もう川に、なんかもう川に恵まれすぎてるよここやだ。さてさてさて、どうや？おはえおやすおやすおです。ああ、でもせっかくだからさ。もぐ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 。うまい。ヤシの木これ一本持って帰ろう。なんだかんだ時間なくなってきましたね。あと2回で決めたい。時間的にあと2回分ぐらいしかねえぞ。さて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 、こわ？あ？いいんじゃね？なんだこの島？陸だけが上の方に続いてるような感じの。なんだこの島？ええやん。ええやん、この島。まあ、というわけで行きますか。これ、なんかの島かな。あー、特別大が取れるとか、そんなあれでもないんだね。よーし、なら頑張ってっか。な、まずはね、余計な虫たちが出てこないように、石、そして木を張り倒します。よろしくお願いします。はい。ちょっともったいないんですけどね。はい。さよなら。ほらほらほら、出てる出てる。わかる？今の緑の虫。あいつたちがね、この鼻に発生しちゃうみたいだからさ、摘んじゃうのよ、これね。若い芽は早く摘むとね、カズさんの上等手段。大丈夫。YouTuber の若い芽は摘まないから大丈夫ですよ。さあ、金の斧を使う時がようやくやってきたようだ。ほんで、切り株にも湧くことがあるから、全部。はい。よいしょ。これサソリがこの上に湧くのも嫌だな。なんかね、穴をこうやって掘りまくって湧き潰しも方法としてあるんだけど、まあめんどくさいよねっていう、効率的ではないよねっていう。上に湧きすぎたらちょっとそれまた考えるわ。はぁ、嘘だ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 。もうサボロやないか。あ、ほんでこのヤシの木にね、湧く虫が最強だから、ヤシの木は残しておくと。なんだあれ、あの紫の虫は湧くんけ、ここ上の方に。厄介だな。でも湧き潰ししたくねえな、こんなところ。やっぱこの段あるだけで結構めんどくさくはなるね。だってこういうことよ。いや、これ絶対めんどくさいな。いや、これはダメ、これはダメ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 。全然効率的じゃない、スマートじゃない。これはさっさっさと捕まえよう。あとこの時間だとサソリもね多分湧いてくるからさ、それはね純粋に楽しみ。さて、この島に、ゴミを廃棄して、さっきのやつをここに植えさせてもろて、あ、オッケーですね。さあ、というわけで、早速始めましょう。ん？でも虫全然、あ、川いる川いる川いる。
雨だと大丈夫みたいだけどね。蚊今蚊に全振りで湧いてるんじゃないか説があるわ。これ見づらいので混んでいっか。おーしゃ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 、そういうことです、そういうことです。いきますよ。はい、オッケー。いや夏これお外でね雨降ることないから、雨の時がね最強だよね雨の夜が一番最強だよね。なんかこれ見るとこの中段のとことかにさ、なんか虫湧いてんだってこれ。やだ。はい、これもちょっと上お引っ越し。おーイエス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 。お、まだね捕まえてない虫もいるんよ実は。いやー今日捕まえれるといいな。ヤシの木にね湧くんだけど、あ、湧きが良くなってきた、湧きが良くなってきた。うおはははは、最高最高。はい、ゴライアスなんちょか。おい、カーがいるからこれだけね。はい、もう刺されて刺されて成仏させるしかねえから。脇が悪くなったな。なんか湧いてるんけ上の方に。いやそんなこともないよな、結構ハゲ散らかってるよね虫とかは。まあそうだそうだ、あとサメとかもね注意しながら。お前もやないか、お前も。サメそして高級虫、もうそれでねもうパンパン大作戦で。はい、あ、いる。これ夜だとすげえわかる。これ黄金小金なんとかじゃね。はい、ヤドカリ、プラチナコナン小金だこれ。これヤドカリもねそうだそうだ、虫の一部なんだよこれ。え、だから海岸ベリーこれ走っといた方がいいな。はっ、やってもうた、海に集中しすぎてたはーい、サメさんです。きたきた、いいよいいよいいよ。よし、おー久々ホウジロサメ久々です。いた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 、まず鍵一発ね。おーいイエス。はい、今のところでアイテムランはもうまだまだですわまだ始まったばかりもいいところだわこれ。4つだけですな。おーし、この勢いでいくぞ。最近ちょっとお金なかったから簡単に稼げるってことを証明しよう。ていうか毎朝早起きしたらさすごいぜ多分これ。おーイエス。ほい、ほら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 、これシュシュイシュシュ、ほらほれシュシュイシュシュイ、ほれ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 、よし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 、大クワガタがね大量じゃね。おお、埋まって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 きた埋まってきた。見てよこの大クワガタの数よ。うわ見た目綺麗になってきた。よし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 、なんか乗ってきたぜこれ。特に19時以降だね。19時以降だったらあの変なねちょっちょみたいなのねいなくなるからさ、やっぱこの時間最高。ほらお前、この上の虫、ほら上の虫どかんな、こんなことか。でもサソリも出てくるんだけどな、この時間全然出てきくんないな。だこれ夜行っとけばさ、昼間の虹とかでも虫たちは出てくるってことだよね、夜の虫が。最高じゃん。今度生配信するときそれにしようかな、高級虫ライブいい島だけ見つけといてさ、そっから生配信スタート、そんでいいかもしれないな。これ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 よいしょ、これ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 こ本日こんな感じで終わりますかね。いやもう結構パンパンになったよ。まあパンパンにはなってないんだけどさ、いやー捕まえることできたわー。いやー今月っていうかもう多分これ多分ラストやと思うやん。今月捕まえないといけない虫、これで完全コンプリートでございます。やっぱ夜とかこういう時間帯の虫捕まえ最高だなこれ。うわーなんだかんだ1時間近くやってたわ
ずっと集中してた。はい、というわけで本日はこんなところで、はい、終わりたいなと思います。いやー、無事捕まえることができてホッとしております。はい、皆さんもですね、あの夜の7時から朝の4時ぐらいがあの特に虫捕まえやすいかと思いますので、まあその時にログインしておくとか、そんな方法でもいいかもね。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバイ。